ずっと前から思ってたけど、出張って言ってどこに行ってるのよ。何をしているか知ってるんだからね。証拠だってあるんだか。私が最後まで言い切らないうちに夫の怒声が飛んできた。知ったような口を聞くんじゃねえぞ。それと同時に夫の腕が伸びてきて、力いっぱい私を突き飛ばした。私は体勢を崩し、後ろ側に倒れてしまった。床に横たわった私を見下ろして、夫が吐き捨てるように言った。ふふ、汚ねえ、デブスが。ざま。頭に激しい痛みを感じ、意識がどんどん遠のいていくのが分かった。目が覚めると、私は知らない場所にいて、ベッドの上にいた。どうやら私は病院に運ばれたらしい。意識が戻った私に安堵したのか、隣にいた娘のリコは大粒の涙を流しながらコクッとうなずいた。私の目にも涙があふれた。学校から帰ったらお母さんが玄関先で倒れてて、すごくびっくりしちゃって、どうしていいかわからなくて、すぐにお父さんに電話をしたの。お母さんが怪我してるからすぐに帰ってきてって。でもお父さん仕事中だから無理だって言って電話を切られちゃった。それでリコちゃん、私のところに電話をくれたの。リコちゃんの慌てようがすごかったから、私が急いで救急車を呼んだの。一体何があったの？私はリコが生まれてから10年以上続いた夫からの仕打ちを両親にすべて話した。今日の怪我が夫が浮気相手に会いに行こうとしている時に突き飛ばされたせいであることも伝えた。父がゆっくりと話し始めた。リコと一緒にうちに帰ってきなさい。そう優しく言った後、急に父の声色が変わった。そして純くんにはさやかにしたことの報いをしっかりと清算してもらわないとな。目には目を、歯には歯をだよ。私の名前はさやか。43歳の専業主婦だ。バスの運転手として忙しく働く父を専業主婦の母が支えているごく普通の家庭に生まれた。父は柔和な性格でいつも私に優しく接してくれた。そんな父を見て、バスに乗るお客さんも安心してるだろうなと子供ながらに思ったものだ。母はとてもおっとりした性格で、父と波長が合っているのか、喧嘩や言い争いをしているところを一度も見たことがない。そんな平和な家庭で育った私がおとなしい性格なのは自然なことだろう。特段利発でも活発でもなく、人の目を引くほど綺麗でも可愛いわけでもなく、文字通り、可もなく不可もなしといった感じだ。ちなみに私には3歳下の妹がいるが、同じ家庭で育ったとは思えないほどのしっかり者で、小さい時からどっちがお姉ちゃんかわからないとよく言われていた。妹は結婚よりもキャリアアップを優先するタイプで仕事一筋。そこも私とは全く違う。私も会社勤めをしていたが、淡々と仕事をこなすだけで目立ったところもなく、上司の評価は良くも悪くもないといったポジションだった。そんな私が社内恋愛をしてしまった。相手は今の夫である純。純は高身長でスタイルも良く、品のある顔立ちで、おまけに優しい性格。仕事もできる方だったため、社内はもちろん
取引先の女性からもかなり人気があった。そんな純が私と付き合いたいと告白してきたのだから、人生何が起こるかわからない。誰もが認める地味で内気な私は絶対に騙されていると思い、しばらくの間警戒心の塊のようになっていた。純さんのような人が私なんかを好きになるはずがない。そんな私の疑いをよそに積極的なアプローチを続ける純。誰にも言わなかったが、実は私も密かに好意を抱いていたので、どうしても純を意識してしまう。徐々に純からのアプローチを嬉しい気持ちで受け止めるようになり、会うたびに警戒心が解けていく。いつの間にか私は純を受け入れていた。純が言うには華やかさよりも気立ての良さが重要で、付き合うなら私のような女性が理想だったらしい。ドラマのような展開に完全に浮かれてしまった私は、どんどん純が好きになり夢中になっていく。そして付き合うことになって間もなく私たちは結婚した。私は会社を辞め、純を支えるために専業主婦に。妹なら仕事を続けているのだろうが、幸せそうに専業主婦をしていた母を見ていた私にとっては自然なことだったし、純も喜んでくれた。結婚してすぐに子供を授かり、私は女の子を出産。純と相談してリコと名付けた。私の両親が資金援助を申し出てくれたこともあり、出産を機にマイホームも購入。私の人生こんなに順調でいいのかと思うほど、純と付き合ってからの数年で私は幸せの絶頂にいた。いや、いたはずだった。夫の本性を知るまでは確かに幸せだったのだ。夫の態度が変わり始めたのはリコが生まれてから間もなくだった。それまで私のことをさやかと名前で呼んでいたのがおいになったのだ。この変化にん?と思ったものの、大げさに騒ぐほどのことでもないと私はやり過ごしていた。しかし夫の態度はどんどん傲慢になっていき、私の違和感も比例して大きくなっていった。そしてある日、決定的なことが起こった。産後なかなか体重が戻らないことに悩んでいた私に、夫は冷ややかな目を向けてこう言ったのだ。そんな体型で恥ずかしくないの？デブでブスなんて最悪だな。そうだろ、デブスおばさん。この日以降、夫はことあるごとに私をデブスおばさんと呼び、バカにした顔で笑うようになった。しばらくすると夫の帰宅時間が遅くなっていった。帰宅が深夜や早朝になることも増えていった。ある日、帰ってきた夫のスーツから香水の匂いがすることに気づいた。明らかに女性がつける香水の匂いだ。そして私が持っている香水にこの匂いはない。それが分かった瞬間、怒りで頭がいっぱいになった。夫への不信感は日に日に増すばかりで、いつ不満が爆発してもおかしくない状態だった。もう耐えられない。連日の夫の傲慢ぶりに疲れ切っていた私は、例のごとく飲んで遅くに帰宅した夫に感情をぶつけた。私だって疲れてるの。育児はものすごく大変なの。毎日酒ばかり飲んでないで、早く帰ってきて手伝ってよ。もっと娘のそばにいてあげてよ。自分がこんな風に人を怒鳴るなんて信じられなかったが、こみ上がってくる怒りをどうすることもできなかった。するとリビングで椅子に座っていた夫は、酔っ払った顔をさらに赤くして立ち上がり、
私に向かって椅子を投げつけてきた。仕事で飲んでんだよ。そんなこともわかんねえのか、このデブス。育児が大変って、仕事の方がもっと大変に決まってるだろ。毎日子供と一緒にいるだけなんて楽でいいな。だからデブのままなんだよ。文句があるならお前が外で働いて稼いでこいよ。夫は大声で怒鳴り、まくし立ててきた。般若のような夫の形相を見て、殺されると思うほど私は恐怖を感じた。この一件以降、どんな暴力を振るわれるかと怖くなり、夫を怒らせないよう私は何も言わなくなってしまった。そんな私に夫は手を挙げることはなかったが、代わりに月の生活費を2万円しか渡してくれなくなった。これじゃ生活できないわ。そういう私に夫はうすら笑いを浮かべながらこう言い放った。専業主婦なんてどうせ暇なんだろ。一月2万円で暮らせるように節約の勉強でもして工夫しろよ。そうやってやりくりするのも専業主婦の仕事なんじゃねえの。夫を怒らせる恐怖から私はこの理不尽な命令に従うしかなかった。不足した生活費は独身時代に貯めていたお金を切り崩して賄っていたが、切り詰めた生活を続ける苦しさは日々増していった。夫から逃げることを本気で考えたこともあった。離婚したいと心から願った。しかし幼い娘のことを思うとそれもできなかった。娘を連れて出て行ったとしても収入のない私では育てられない。実家に帰っても両親を心配させるだけ。出て行くよりもこの家に残った方がマシなのだと自分を無理やり納得させていた。とはいえ生活費が足りない以上、生活が苦しいことは解決しない。とにかく渡された2万円で暮らす方法を考えなければならないと思った私は、夫が冗談のように言っていた節約の勉強に本気で取り組むことを決めた。面白いもので本気で勉強しているうちに節約することが楽しくなっていた。節約は工夫次第でいろいろな方法があることが分かり、それを実践し成果があるととても得をした気持ちになった。もっと他に節約方法がないかと調べたりするうちに、自分でも新しい方法を考えるようになっていた。その頃になると節約の楽しさを誰かに伝えたくなり、ブログでの発信を始めていた。すると自分が予想した以上にブログの閲覧数が増え始め、広告収入を得られるまでに。夢中でブログを更新しているうちに、気がつけば夫の給料と同じくらいの金額を稼げるようになっていた。生活費の心配をすることがなくなり、自分が精神的にも安定してきたことを実感していた。私は子育てと節約ブログで多忙を極めていたが、充実した毎日に満足していた。気づけば夫が私に椅子を投げつけてからもう10年以上が経過している。娘も中学生になり毎日元気に過ごしていたが、一方で夫は相変わらずのままだった。そんなある休日の夜、リビングのテーブルに置かれた夫のスマホが鳴った。夫は入浴中だったため着信音がいつまでも鳴り続いていた。夫はいつもスマホを手元から離さないのに出しっぱなしにしているなんて。ちょっとした好奇心から私は夫のスマホ画面を覗き込んだ。発信者の名前はマイと表示されている。すぐに夫の浮気相手だと分かった。浮気をしているだろうとは思っていたが、相手の名前が分かったことで一気に現実味が増し、さすがに動揺してしまった。夫が風呂から上がってきた。電話が鳴ってたわよ。
私は動揺を悟られないよう何食わぬ顔をしてできるだけ淡々と伝えた。夫の顔色が変わる。必死に動揺を隠そうと険しい顔つきを作っているが、目が泳いでいるのがわかる。携帯見たのかよ。低い声で探るように夫が私に尋ねてくる。見てないわ。怒らせてしまったかもしれないと思ったせいで、答える声が少し震えてしまった。私の答えを信じたのか信じていないのか、スマホを手に取った夫は無然とした表情で寝室に入っていった。夫が視界から消えた途端、私の目から涙が溢れた。夫が怒らなかったことに安心したのか、浮気が確定したことにショックを受けたのか、自分でもわからなかった。ただ、はっきりと自覚したのは、夫が私にしてきたことを、このままうやむやにはしないということだった。このままでは、私の気が済まない。翌日、私はボイスレコーダーを買った。寝室で電話をしている夫の声を録音するためだ。そして、もう一台を普段から自分で隠し持ち、私に対する暴言も録音することにした。それだけでは済まなかった。私は更新所に夫の浮気現場を押さえてほしいと依頼した。そんなことを知らない夫は、いとも簡単に証拠写真を撮られていた。なぜこんなに証拠を集めたかというと、離婚するためだ。もう経済的な不安もない。娘のリコも離婚に理解を示してくれるほど成長した。あとは離婚するだけだ。だが、ただ離婚するだけでは、私の胸にモヤモヤが残る。離婚を切り出すときに、その原因が夫にあることをはっきりさせ、それを認めて反省してもらいたい。そのための確たる証拠が必要だったのだ。例のスマホの一件があってから、夫の私に対する態度は以前にも増して急速に悪化していった。私に浮気のことを知られても何も言われないと高をくくったのか、頻繁に外泊するようにもなった。とはいえ、夫は出張だというのだが、職場結婚した相手にそんな嘘が通じるはずもない。夫が所属する部署の仕事に出張を伴うものがほとんどないことはよく知っている。夫の浅はかさを感じる一方で、すぐにバレるような嘘をつかれたことが、私に対する侮辱にも感じられ、怒りを覚えた。そこまでして浮気相手に会いに行っている夫に、愛想が尽きると同時に、心底軽蔑した私はいつ離婚を切り出すか、そのタイミングを伺っていた。リコが中学3年生になった年のある日の朝、キャリーケースを持っていそいそと階段から降りてくる夫。急に出張に行くことになったから。そう言って玄関へ向かう途中、夫は続けてこう言い放った。いつもうまくもないものばっかり食ってるから、たまにはうまいものでも食ってくるかな。その嫌味たっぷりな言い方に、私の中で堪忍袋が爆発した。はあ？ふざけんじゃないわよ。おいしくもないものばっかりってどういうことよ。私は毎日帰ってきて食べるかどうかもわからない夕食を作って待っているのに。ずっと前から思ってたけど、だいたい出張って言ってどこに行ってるのよ。どこに行って何をしてるか知ってるんだからね。証拠だってあるんだか。私が最後まで言い切らないうちに夫の怒声が飛んできた。知ったような口を聞くんじゃねえぞ。それと同時に夫の腕が伸びてきて、力いっぱい私を突き飛ばした。私は体勢を崩し、後ろ側に倒れてしまった。床に横たわった私を見下ろして、夫が吐き捨てるように言った。はは、汚ねえデブスが、ざま。
夫はいやらしく笑いながらそのまま家を出て行った。倒れた時に強く床に打ちつけたのか、頭に激しい痛みを感じた。夫に突き飛ばされ捨て台詞を吐かれたことが悔しくてたまらない。そう思いながら自分の意識がどんどん遠のいていくのが分かった。目が覚めると私は知らない場所にいて、ベッドの上にいた。娘の莉子と私の両親がベッドの横に立ち、心配そうに私の顔を覗き込んでいる。どうやら私は病院に運ばれたらしい。お母さん、大丈夫？莉子が涙を流しながら私に声をかけた。ずっと泣いていたようで、目と目の周囲が真っ赤になっていた。莉子？莉子がお母さんを助けてくれたの？意識が戻った私に安堵したのだろう。莉子はさらに大粒の涙を流しながらコクッとうなずいた。私の目にも涙があふれた。起き上がって娘を抱きしめようとしたが、全身に激しい痛みが走り、体を動かすことができない。いいからじっとしてなさい。痛みにうめいている私にそっと手を添えて母が言った。母の手の感触に安心し、だんだん気持ちが落ち着いてきた。両親の話によると、私は頭だけでなく体のあちこちを強く打ったが、大怪我には至らなかったため、意識が戻り問題がなければ退院できるとのこと。泣き止んだ莉子が倒れている私を見つけた時の様子を話してくれた。学校から帰ったらお母さんが玄関先で倒れてて、すごくびっくりしちゃって、どうしていいかわからなくてすぐにお父さんに電話をしたの。お母さんが怪我してるからすぐに帰ってきてって。でもお父さん仕事中だから無理だって言って電話を切られちゃった。莉子は悲しそうな顔をしてうつむいた。それで莉子ちゃん私のところに電話をくれたの。莉子ちゃんの慌てようがすごかったから私が急いで救急車を呼んだの。本当にびっくりしたわ。一体何があったの？事情を話しかけた時、莉子の顔が視界に入った。莉子、ちょっと病室の外で待っててくれる？莉子には聞かせたくなかった。私は莉子が生まれてから10年以上続いた夫からの仕打ちを両親にすべて話した。そして今日の怪我が夫が浮気相手に会いに行こうとしている時に突き飛ばされたせいであることも伝えた。両親は何も言わずに私の話をじっと聞いていた。少しの間沈黙の時間が流れた後、父がゆっくりと話し始めた。莉子と一緒にうちに帰ってきなさい。そう優しく言った後、急に父の声色が変わった。そして純くんにはさやかにしたことの報いをしっかりと清算してもらわないとな。目には目を、歯には歯をだよ。後にも先にもあんな怖い顔をした父を見たことがない。私はこの父の言葉ですぐにでも離婚することを決めた。覚悟を決めた。父の言う通り、夫に叱るべき清算をさせるんだ。莉子を病室に呼び戻し、離婚の決意を伝えた。莉子は力強くうなずき賛成してくれた。そのまま4人で夫に逆襲するための作戦会議を開いた。そして私たち家族は大芝居を打つことを決めた。退院した翌日、母と一緒に家に帰った私のスマホに夫から電話がかかってきた。大芝居のスタートだ。電話には母が出た。そして沈んだ声で一言こう言った。娘は
亡くなりました。電話はスピーカーモードにして録音もしている。え？母の言葉を聞いた夫が息を呑んだ音がした。娘ってリコが？突然の話で混乱しているのか、夫は勘違いしているようだ。はい、何言ってるの？私の娘、あなたの妻のさやかですよ。母は声を荒げた。名演技だ。夫は電話越しでもわかるほど明らかにうろたえている。ここぞとばかりに母が畳みかける。床に倒れた時に頭を強く打ったのが原因だって。純さん、何か心当たりない？母の問いかけに夫はさらにうろたえて答えた。いえ何もありません。そう言うと夫はわざとらしい涙声でこう言った。さやかは昨日の朝、俺に行ってらっしゃいって元気に見送ってくれたんです。どうして突然？何があったんだ？夫はスラスラと嘘をついた。私は怒鳴りそうになって慌てて手で口を塞いだ。母は私が夫に突き飛ばされたことを知っている。夫の嘘を聞いた母の声のトーンが下がった。そう。ところで純さん、今どこにいるの？昨日も病院に来なかったけど。言葉に怒りが込められていることがはっきりと分かった。それが夫にも伝わったのかもしれない。それは今出張先にいます。狼狽しているのが手に取るようにわかる。すぐに帰ってきてちょうだい。これから娘を家に連れて帰りますので。母の口調がきつくなった。仕事を終えてからになりますので、帰宅までには半日ほどかかってしまいます。と答える夫に母が追い打ちをかけてきた。いいから早く帰ってきてちょうだい。電話を切ると私たちは大急ぎで次の作戦の準備に移った。まず私が集めた浮気の証拠と保存していたボイスレコーダーの録音データを持って弁護士の元へ走った。その途中で夫の動きを確認するため、家の預金口座と生命保険を調べる。口座からお金が下ろされることも、保険の支払い手続きもされていない。逃げてはいないようだ。最後にリコを妹の家へ避難させて、両親と共に私の家で夫の帰りを待っていた。夜になって夫が帰宅した。手ぐすね引いて待っていた私たちの前に現れた夫を見てあっけに取られた。なんと夫は浮気相手を連れていたのだ。そして夫も私の顔を見て言葉を失っている。ちょっとこの人誰よ。一気に頭に血が上り、夫を問い詰めた。ほとんど同時に夫が口を開いた。どうしてここにいるの？そうか、騙したんだな。夫の声は裏返り、顔がみるみる赤くなっていく。それよりその人誰なのよ。夫の言葉を無視して私はもう一度問い詰めた。夫は答えず、私に向かって質問を続けた。うちに連れて帰るって実家じゃなかったのか。私が死んだと聞いてのこのこ浮気相手を連れて帰ってくる神経がわからない。夫を責める気持ちが一気に高まった。私の家はここ、この家に帰ってくるのは当たり前でしょ。そんなことはいいから早くその人のことを説明しなさいよ。
私の勢いに夫が押されている。いや違うんだ。この人は取引先の人で。この後に及んで夫はまだ嘘をつくつもりらしい。私は更新所に依頼して手に入れた浮気現場の写真数枚をテーブルに並べた。調べはついているのよ。その人、この写真にあなたと一緒に写っている女性のようね。夫が顔色を失う。どうせ合成写真か何かだろう。夫はまだしらを切るつもりらしい。どこまでふざけた男なんだろう。私は写真の下の方を指さして夫に言った。更新所にあなたを調べてもらってたのよ。調査結果として提出されたのがこの写真。日付を見なさいよ。あなたが出張だって言ってた日だよね。更新所が会社に確認したら有給休暇になってたわよ。騙していたのはどっちよ。どうして写真の女がここにいるのよ。夫の様子を見て万事休すとはこういう状態を言うんだろうなと思った。いやだからそれは彼女に用事があって。そういう夫を遮って浮気相手の女が言った。私マイと申します。ジュンさんと結婚を前提にお付き合いしています。ジュンさんのお姉さんですよね。亡くなったと聞いていたんですけど生きていらっしゃったんですか。私は頭が混乱してしまった。私が姉？違います。私はジュンの妻です。今度は彼女が混乱する番だ。え？妻？ジュンさんからはお姉さんと同居しているって聞いたんですけど。私の頭は完全に沸騰してしまった。自分でもわかるくらいの鬼の形相で私は夫を睨みつけた。はあ？何ですって？次々に嘘がバレた夫は今度は怯え始めていた。しかし謝罪の言葉は一切なく、呆れたことにまだ言い訳をしようとしている。これには訳があって、お付き合いと言っても、お客様としてなんだ。後でちゃんと説明するから。夫の様子を見て、さすがに浮気相手も状況を理解したようだ。ジュンさん、これは一体、どういうことなの？お姉さんが亡くなったっていうのも嘘だったし、そもそもお姉さんじゃなくて奥さんがいたんじゃないの。彼女が夫に激しく詰め寄った。俺も騙されたんだ。逆切れしてごまかそうとする夫に向かって私は静かに言った。騙されたのは私の方です。もう何年もあなたは私に隠れて浮気をしてきた。出張だと嘘をついてこの人に会い、挙句の果てに私を突き飛ばして怪我をさせてまで会いに行った。怪我をした私を見つけて動揺している娘からの電話も仕事だからと切って病院にも来なかった。そして私が死んで都合がいいとでも思ったのか、彼女を家に連れて帰ってきた。騙されたのはどっちかしら。彼女が夫に軽蔑の眼差しを突き刺して言った。奥さんにそんなひどいことをしたの？ということはもし私と結婚してたら私も同じことをされたかもしれないってことね。本当に最低の男。そんなことはしないよ。俺は舞を愛しているから。私が浮気を認めた発言だと詰め寄ると、夫はしどろもどろになりながら否定してきた。際限なく取り乱す夫とは逆に、私はどんどん冷静になっていった。これが修羅場ってやつなのね。
これまでの成り行きをずっと見ていた私の両親からも冷ややかな視線を受ける夫。まさに四面楚歌だ。もう私に夫への愛情など一かけらも残っていなかった。離婚します。そう言って私が夫を突き放すと、彼女も夫と別れることを宣言した。今にも膝から崩れ落ちそうな夫に私は言ってやった。私を突き飛ばして怪我をさせただけでも立派な犯罪よ。それに加えて浮気していた証拠もある。もう弁護士と話を進めているから、ちゃんと覚悟しておきなさいよ。既婚者のくせに独身だと嘘をついて私を騙してたなんて、結婚詐欺じゃないの。私の時間を返してよ。私も慰謝料を請求するからね。彼女は夫の浮気相手だが、今となっては同じ男に騙された者同士、戦友のような気持ちになっていた。俺は誰も騙してなんかいない。騙されたのは俺だ。それにさやかが怪我したのだって勝手に転んだからだろ。俺が押したからじゃない。俺のせいだって言うなら証拠を出せ。どうやら完全に開き直ることにしたらしい。私はボイスレコーダーを取り出し再生ボタンを押した。昨日の朝、私を突き飛ばした時の会話が流れる。証拠はこれだけじゃないわ。過去に私に浴びせていた罵声もしっかり録音されている。言い逃れはできないのよ。私にもあるわ。婚活パーティーで知り合った時に交換した LINE に、お姉さんと同居しているって嘘をついたメッセージが残っている。本当に逃げ道がなくなったことを悟った夫が逆上した。うるさいこのデブス、お前さえいなくなればお前の生命保険の金が手に入ってこいつと結婚できるはずだったんだ。夫が彼女を未練がましく見つめていった。なんて言ったって舞は取引先の会社の重役の娘なんだぞ。結婚すれば俺の出世も確定したんだ。それをダメにしやがって、全部お前のせいだこのデブス。やけになった夫は手当たり次第私に向かって物を投げつけた後、つかみかかろうとしてきた。その時私の父が夫を羽交い締めにして取り押さえてくれた。バスの運転手である父は有事の際の備えとして長年柔道をしている猛者なのだ。すると今度は身動きが取れない夫の前に彼女が立ち、見事な往復ビンタをお見舞いした。今のは私の分、そしてこれは奥さんの分よ。そう言うと彼女は夫の急所に思いっきり膝蹴りを叩き込んだ。夫は床に崩れ落ち悶絶している。残念だけど、私が死んでもあなたの手に生命保険のお金は入らないの。だって保険金の受取人を私の両親にしてあるから。それからこの家の名義もあなたじゃなくて私の両親なの。夫はそんなことも知らずに全部自分のものになると思い込んでいたのだ。私が重役の娘だったから付き合ったのね。本当に最低な男。結婚しなくて助かったわ。あなたの思い通りには何一つならないの。残念でした。分かったらさっさと出て行って。夫はうめきながら何とか立ち上がり、ふらふらと家を出て行った。その後無事に離婚が成立した。弁護士の力を借りて取れるだけの慰謝料を取ることもできた。夫が出て行ったのを機に両親を呼び寄せ、リコを含めた4人で暮らすことに決めた。慰謝料はそのためのリフォーム代に充てた。会社員時代の同僚が元夫のその後を教えてくれた。既婚者であることを隠して取引先の重役の娘であるマリさんに
結婚詐欺まがいのことをしていたのが会社にバレて左遷されたらしい。しかしやらかした内容が内容だけに、左遷先でも人間関係がうまくいかず、結局退職したとのことだった。退職金は支払われたようだが、私とマリさんから請求された慰謝料に消えたそうで、現在絶賛就活中とのことだ。マリさんも被害者だったわけだが、事情を知ったご両親と話し合った結果、私に迷惑をかけたと謝罪の手紙と迷惑料まで送ってくれた。マリさん自身はその後、正真正銘の独身男性と結婚したことを教えてくれた。悪いのは元夫で、マリさんには何の非もなかったのに、私に謝罪する彼女を気の毒に思っていたため、結婚の報告は自分のことのように嬉しかった。離婚後の私は続けていた節約系のブログがさらに人気となり、それが出版社の目に留まって本を出すことになった。元夫からの虐待ともいえる状況から抜け出すために始めた節約がこんなことに化けるとは、人生とはわからないものだ。最近では生活雑誌に節約についてのコラム連載を執筆している。初めてなので手探りだが、評判は上々のようで嬉しい。娘の莉子は元夫のことを怪我をした母を見捨てたひどい人だと認識しているようで、寂しがるどころか会おうとすらしない。しかし離婚する前に比べると明らかにのびのびと生活していることが分かり、ほっとしている。ところで最近になって元夫から復縁を迫る LINE メッセージが届くようになった。一から自分を見つめ直すことにした。今の俺はあの頃とはかなり変わったと思う。だからまた一緒に暮らさないか。お前もそろそろ人肌が恋しくなる季節だろう。長年連れ添ってきた俺にしかお前を理解することはできないと思う。俺は復縁しても構わない。その気になったら連絡して、いつでも待っているからな。愛してる。このような何とも気味が悪いメッセージがしつこく届くのだ。あまりにしつこかったため、これ以上メッセージを送ってきたら弁護士に相談するとだけ返信し、ブロックしてやった。私にすがりつけば復縁できるとでも思っているのだろうか。随分と舐められたものだ。私はそんなに甘くない。そもそも今頃になって自分を見つめ直すなど遅すぎはしないか。もっと早く見つめ直すべきだったことが全然わかっていない。因果応報という言葉を目にしたり聞いたりすると元夫のことを思い出す。あれほど当てはまる人間を私は他に知らないからだ。というわけで、元夫から解放された今の私の生活は充実している。人生を楽しんでいると実感している。先日も両親と妹、娘、私の5人で温泉に行った。日頃の感謝の気持ちを家族に伝えたくて私が企画したのだ。自分自身も家事や育児、そして仕事に明け暮れていたので、家族みんなで温泉を満喫できて本当に嬉しかった。そういえば娘が猫を飼いたいと言っている。私も猫が大好きだ。今度の休日に一緒に出かけた時に猫を飼う話をしようと思う。そんなことを考えながら毎日の幸せをかみしめている。先にも家のことは頼んでるけど、困ったことがあったらヘルパーさんを呼ぶように言ってあるし、必要最低限のことだけ任せるから。それじゃあ行ってきます。早朝に5日分の荷物を持って出張へ向かう息子の後ろ姿を見送って、私は朝食の用意を始めた。脳梗塞になってから料理をするのも一苦労だが、時短レシピや楽な家事の仕方などを研究していたおかげで、なんとかやれそうだ。息子嫁のサキさんと2人で静かに朝ごはんを食べて、リハビリに行く準備をする。しばらくすると
先に出かける準備を終えた彼女が家を出ていく音だけが聞こえた。早速遊びに行ったのね。やっぱりこうなるとは思っていたわ。サキさんは翔平の前ではいい顔をするが、実のところ家事など一切せず遊びほうけている。呆れながらも私はリハビリ施設へと向かった。私がリハビリを終えて家に帰ると、なぜか玄関のドアが開かなくなっていた。たまらず何回かインターホンを押すと、扉が静かに開いたが、なぜか他の侵入を拒むかのようにチェーンロックがされている。え？ちょっと、サキさんいるんでしょ？中に入れてくれないかしら。戸惑いながらそう声をかけると、中からくすっと笑い声が聞こえた。ろくに家事もできないのに、家にいられちゃ邪魔で仕方ないのよ。寝てたいなら、翔平さんが前に使ってた寝袋が倉庫にあるから、それ使えば？あざ笑うかのようにそう言うと、彼女は勢いよく玄関の扉を閉め、私は追い出されてしまった。一体何が起きたのか、どうしてこんなことになったのか、理解が追いつかない。ただ私は、ふと考えて、これは逆にチャンスなんじゃないかとも思った。その時、自分の気持ちに改めて整理がつき、私はある決断をしたのだ。わかったわ。家には入らない。でも、私がいつ、どこで寝ようと、文句は言わないでね。聞いていなくてもいいと思いながら、固く閉ざされた玄関の扉に向かってそう言って、暗い道を一人、ゆっくりと歩き出した。私の名前は黒木弥生。今年で55歳になったばかりの専業主婦で、現在は息子である翔平と、その奥さんの咲さんとの三人暮らし。もともと私も結婚する前は普通に就職して、普通の OL として働いていた。会社に勤めていると出会いはあるが、恋愛としての出会いは乏しく、同時期に入社した同僚のつてで、週末や休みの日は合コンに明け暮れていた。その時集まったのは、私と同僚と、その友達を含めて女子4人、相手男性4人で、戦場は駅近くの居酒屋。友達と店へ向かおうと、集まっていたのは男性3人だけで、一人は仕事で遅れていて、今向かっている途中らしい。5分後、食事をしながら話していると、一人のスーツの男性がやってきた。黒木と言います。遅れてしまってすみません。他の男性陣と比べると、顔はイケメンというより、癒し系の優しい顔で、身長もそこまで高くない。しかし、目の前の席に座った彼と話していくうちに、話のテンポやトーン、趣味、他人を気遣う性格など、話して、見て、聞いていくうちに、私の彼への興味は、だんだんと高まっていった。私以外のメンバーは、集まった男性陣の中で、一番イケメンの人、一点狙いのようだ。普段の私ならば、みんなと同じ人に、狙いを定めるはずなのだが、今日の私はなんだかおかしく、彼からずっと目が離せない。本当に弥生はあの人がいいの？あの顔も普通な、いかにも平凡な人？私の選択があまりにも意外だったのか、意見は少し否定的というか、なんというか。ただ、いくら否定的な意見を言われようとも、私の心は変わらなかった。わかった。弥生がそこまで本気なら、私たちも一肌脱ぎますか。一次会を終えて、これからを話し合っている最中、他のメンバーが、男性陣の注意を引いているタイミングを見計らって、黒木さんを話の輪から少し離れた場所へと引っ張り出す。すみません。ちょっと酔っ払ってるみたいで、近くのトイレまでついてきてくれませんか？あそこのコンビニにあると思うんで。目配せを合図に、同僚たちが男性陣に対し、先に二次会の店に行くことを促してくれて、晴れて私たちは二人きりに。大丈夫ですか？気持ち悪いのでしたら、とりあえず早くトイレに行きましょう。実は、気持ち悪くも酔っ払ってもいないんです。騙すみたいなことしてすみません。でも、どうしても黒木さんと二人きりになりたくて。ってことは、体調は悪くないってことですか？よかった。もし本当に
気持ち悪いとかだったらどうしようかと思ってました。とりあえず体調が悪くないんだったらよかったです。騙すような形で二人きりになったのに、黒木さんは嘘をついた私を責めるどころか本当に体の心配をしていてくれた。その優しさに申し訳なさと同時に彼への好意がさらに膨らんだ。すみません。よかったらなんですけど、これから二人きりで飲み直しませんか？彼は私からの誘いに一瞬戸惑いの表情を見せたが、それも照れ隠しだったのか恥ずかしそうにしながらも私の誘いに答えてくれた。そこからは場所をバーなどの静かな空間に移し、二人きりの時間を楽しみながらお互いのことを話し合ったり、時には仕事の愚痴を聞いたりして心の距離を縮めていく。お酒もいい感じに回り、私が転びそうになったところを黒木さんが助けてくれた。その時、じっと向けられた眼差しに私はたまらなくなり、彼の唇にそっと唇を重ね、私たちは結ばれたのだ。それから一年後、同僚たちには長続きしないだろうと言われていたが、それも軽く聞き流し、私たちはついに結婚。結婚してしばらくは共働きで仕事を続けていたが、息子の翔平が生まれたことで育児や家事の方を優先してほしいと夫から伝えられた。その言葉を受け止め、私は仕事を辞めて専業主婦として家庭内から家族を支えることに専念することになったのだ。ずっとこの幸せな時間が続けばいいな、と思っていた。けど、そんな幸せな時間は、ある日突然、大きな音を立てて崩れ去る。それは今から3年前。翔平は大学卒業後、地元企業に就職し、立派に社会人として仕事をこなしながら、咲さんという方と結婚して、もう2年になる。家族も増えて、さらなる幸せが、これから待っていると思っていた矢先に、夫が仕事へ向かう途中に、交通事故に遭い、この世を去った。家族の中では、その元気の有り余りようから、きっと長生きするだろうと話していた矢先の出来事だった。あまりにも突然の出来事で、亡くなった夫の姿を見るまでは、正直信じられず、翔平にもきっと怪我をしただけと、上事のように話していたらしい。自分ではそれすら覚えていなかったが、病院で夫の姿を見た途端に、大声を上げて泣き崩れたという。しばらくは夫の死から立ち直れず、一日中ぼーっと過ごす日々が続いたが、仏壇に飾ってある夫が笑顔で写る遺影を見ていると、写真の中の夫が一瞬悲しい顔をしているように見えたのだ。そうね。そうよね。いつまでも泣いてばかりじゃ、天国で安心して休めないわよね。わかったわ。私があなたの分まで強く生きるから。夫から再び生きる活力のバトンを渡された私は変わった。幸い夫が老後のためにと、銀行に昔から貯蓄していたお金と、もしもの時のために入っておいた保険のおかげで、贅沢をしなければ十分に暮らしていけるほどの蓄えもある。それに私のことを心配した翔平が、咲さんと一緒に家族三人で暮らそうと提案してくれて、今では実家で三人暮らし。翔平は朝から夜遅くまで働き、咲さんも近所に住んでいるお友達と出かけたりで、二人とも家にいることは少なく、家事全般私が一手に担っているが、家族を支えられている喜びが勝っていて、それほど大変ではない。むしろ家族の役に立てている嬉しさはある。しかし、懸念点もあった。それは翔平の奥さん、咲さんのことだ。咲さんも私同様に専業主婦として今まで翔平と暮らしていた。私が同居することで生活はどうするのかと思いきや、パートに出るわけでも家事を手伝うわけでもなく、近所のお友達と遊び放題。翔平も多分咲さんが遊びほうけていることは知っているはずだが、なぜか注意することもなく、それどころかお小遣いまで与えている。かくいう私も、咲さんの行動について、なかなか言及できない状況が続いていた。というのも、
翔平の結婚の挨拶の際、咲さんの母であるめぐみさんと初めて顔を合わせて話したが、お互い夫に先立たれているという境遇で意気投合し、以来仲良くさせてもらっているのだ。そのこともあって、めぐみさんに余計な心配をかけまいと、未だに何も言えていない。体を使うことより、気を使うことの方がしんどいのよね。何とも言えないもどかしさと、心のモヤモヤを誰にも相談できない辛さが、精神的に私にのしかかってきていた。そんなある日のこと、それは突然起きた。いつも通り、朝から翔平と、咲さんの分の朝食を作り、先に翔平を見送った。今日も私、友達と出かけてきますので、留守番お願いしますね、お母さん。夜には帰ってきますので。翔平が仕事に向かった後すぐに出かけていく咲さんの後ろ姿を見送って、私の一日はスタートする。シンクとコンロ周りを一通り掃除して、その合間に洗濯物など、自分の中であらかじめ決めている家事の動線通り進めていく。家族の布団を干した後、掃除機をかけてから、袋いっぱいになったゴミ袋二つを、ゴミステーションに持っていこうと持ち上げたその瞬間、突然、視界がぼやけ、強いめまいに襲われて、体勢を崩し、そのまま鈍い音を立てて、その場に倒れた。目を覚ますと、視界の先には、見知らぬ天井が広がっていた。首から下が重だるく、うまく動かせない。なんとか、首だけ動かし、あたりを見回すと、腕につなげられた点滴と心拍数を測る機械が目に入る。どうやらここは病院のようだった。もしかしたら、異変に気づいた誰かが、救急車を呼んでくれたのかもしれない。起き抜けの頭で、なんとか今の状況を判断していたところに、看護師の方がやってきて、意識を取り戻した私の姿を見て、先生を呼びに向かった。先生がやってきて、私はひとまず自分の体に何が起きたのか、どうして病院にいたのかの説明を受けた。脳梗塞です。脳梗塞ですか？意識を失うほどの強いめまいは、脳梗塞の症状の一つらしく、持病の高血圧が原因のようだ。救急車を呼んでくれたのは、回覧板を届けに来たお隣の奥様だという。家の中から大きな物音を聞いて、鍵が開いていたため、中に入ったところ、私が倒れていたらしい。目を覚ました時から感じていた体の重だるさは脳梗塞が原因だろう。時間が経っていくうちに、左半身は感覚を取り戻していったが、右半身にだけ、思ったように力が入らない。先生の話では、倒れた際に脳が強い衝撃を受け、右半身の動きを司る箇所がダメージを負ってしまい、麻痺しているとのことだった。しかし、リハビリをすれば、今まで通りとはいかないものの、生活する上で最低限の動きは何とかできるようになるらしいので、入院中はリハビリに専念することにした。一ヶ月後、血も滲むような努力で、リハビリを続けて、なんとか自分一人の力で、ゆっくりだが、歩けるようになった。右半身の麻痺を治すため、今後も病院とリハビリに通うことになるが、これからの人生で不自由な生活を送らないためにと考えれば、なんてことはない。翔平は私の入院中、仕事で忙しく、見舞いに行けなかったと、謝りのメールや心配の言葉をかけてくれた。退院することになった私を迎えに来てくれたのは、そんな彼と一度も面会には来なかった、咲さんだった。迎えに来てくれてありがとうね。仕事は大丈夫だったのかい？なあに、一日ぐらいどうってことないさ。お見舞いに来れなかった間に、いろいろ済ませてきたから。お母さん、大丈夫ですか？翔平の陰から、ひょっこりと、何食わぬ顔で聞いてくる咲さんのことはとりあえず、今は考えないようにしておこう。翔平が入院中に使っていた荷物を車の中に積み込んでくれている間、咲さんは携帯をいじりながら見ているだけ。本当に翔平にはこんな人の何が良かったんだかと、最近は常々思うようになってきた。さあ、家に帰ろう。母さん、今までいろいろ世話になった分、
今後は俺が助けていくから、安心してくれ。退院して家にようやく帰れるとはいえ、少なからず不安はあった。だがその不安も、翔平の言葉で、陰っていた心に一筋の明かりが差したように、晴れ晴れとしてしまった。すまないね、翔平。サキさん、感謝しているよ。心からの感謝の言葉に、翔平は笑顔で返してくれるも、視界の端に映るサキさんの表情は、どこか不機嫌そうに見える。そうして私はようやく家に戻ることになった。リハビリのおかげでまだ若干不自由であるものの、ゆっくりと時間さえかければ自分のことはできる。そのため二人に迷惑をかけることは少なかったと思う。手伝ってもらったことといえば、重いものを持つときや高い場所にあるものを取るときなど、今の私にとって難しいことぐらいだ。それ以外はなるべく自分でやるようにしている。リハビリの時だけ動くのも納得がいかず、なるべく前の自分に近いコンディションに戻したい一心で家事をやっている。翔平も私のことを気遣ってか、以前は朝早くから夜遅くまで仕事をしていたところを、18時には家に帰ってくるようになり、今まで手伝えてなかったからと積極的に家事をするようになった。母さん、これの味付けはメモに書いてある通りに、入れればいいんだよね。慣れない料理で自分で味付けが決められないと言って、私が書いたメモを見ながらやっているが、時々調味料の種類を見間違えて失敗することもある。ただどれも挑戦には失敗は好きものだとポジティブに考えて楽しんでいる様子だ。サキさんはというと、翔平が早く帰ってくるのに合わせて、以前のように遅くまで遊んで帰ってくることは少なくなったものの、翔平がどうしても仕事で遅くなるときなどは相変わらず遊びに出かけている。おそらく翔平はサキさんが私の面倒を見てくれていると思っているのだろうけど、真実を翔平に話してしまえば面倒なことになるのは目に見えている。気を使っているわけではないが、今の状況的に面倒事はなるべく避けたい。そんなこんなで翔平に手伝ってもらいながら、なんとか家事をこれまで通りこなしていたある日の夜、翔平から話があった。それは仕事の都合でどうしても断れない出張が5日間入ってしまったとの相談だった。出張の間、家のことは先に一応任せておく。と話していたが、翔平は自分が仕事などで家を空けている時に、サキさんが意気揚々と毎回遊びに出かけていることを知らない。おそらくサキさんは、翔平の前ではいい顔をして首を縦に振るだろう。けど多分翔平が出張に行った後、家のことは以前と同様にすることなく、むしろ遊びに出かける時間が長くなって下手をすれば丸一日帰ってこないなんてこともあり得る。自分の心配よりもこれから何か起きないかが不安だ。そんな不安を抱えながらも時は過ぎ、翔平が出張へ向かう当日になった。先にも家のことは頼んでるけど、困ったことがあったら、ヘルパーさんを呼ぶように言ってあるし、必要最低限のことだけ任せてるから、それじゃあ行ってきます。早朝に5日分の荷物を持って、出張へ向かう翔平の後ろ姿を見送って、私は一応、サキさんも食べるだろうと思い、二人分の朝食の用意を始めた。この体になってから、料理をするのも一苦労だが、なんだかんだ今まで家族を支えるために時短レシピや楽な家事の仕方などを研究していたおかげでなんとかやれそうだ。今の状態では包丁を使うことも危ないが、最新の料理グッズのおかげで包丁を使わずとも料理が作れることに感動した。この調子ならサキさんの手伝いももしかしたら必要ないかもしれない。なるべく自分でできることは自分でやっていこう。決意したタイミングで寝室から眠たそうな目元をこすりながら、サキさんが起きてきた。あれ？翔平さんはもう行ったんですね。ええ、もう行きましたよ。今日から5日間よろしくね、サキさん。ところで朝食は食べるのかしら？食べます。こうして今日から5日間のサキさんとの期間限定の二人暮らしが始まった。二人で
静かに朝ごはんを食べて、私がリハビリに行く準備をしていると、先に出かける準備を終えたサキさんが、足早に家を出ていく音だけが聞こえた。早速遊びに行ったのね。やっぱりこうなるとは思っていたわ。施設に向かうため、タクシーを呼び、2時間のリハビリを終えた後は、近くの図書館に隣接されているカフェで一人、読書とお茶をする。そうこうしている間に、帰路に着いたのは夕方になってしまった。家に帰ると、なぜか鍵が開かない。何回かインターホンを押したが、状況が飲み込めなかった私は、たまらずサキさんに連絡を入れた。すると、中から足音が聞こえてきて、家の鍵が静かに開いたが、扉には、なぜか他の侵入を拒むかのように、チェーンロックがされていた。え？ちょっとサキさんいるんでしょ？中に入れてくれないかしら？戸惑いながらおそらく、扉の向こうにいるであろうサキさんに声をかけると、中からくすっと笑い声が聞こえた。あらお母さん、どうされたんですか？怪我で頭を打って帰る場所間違っていませんか？半笑いで私に問いかけるサキさんに一瞬恐怖すら覚える。この人は一体何を言っているのか、言葉の真意がこの時の私にはわからなかった。間違っていないわ。ちょっと、早く中に入れて。一体何がしたいの？ろくに家事もできないのに、家にいられちゃ邪魔で仕方ないのよ。寝てたいなら、翔平さんが前に使ってた寝袋が倉庫にあるから、それ使えば？あざ笑うかのような顔でそう言うと、彼女は勢いよく玄関の扉を閉め、私は追い出されてしまった。一体何が起きたのか、どうしてこんなことになったのか理解が追いつかない。ただ私はふと考えて、これは逆にチャンスなんじゃないかとも思った。彼女はこれまで家事も一切せず、遊んでばかりで、いざ翔平が仕事から帰ってきたら何食わぬ顔で過ごしている。今までは仲良しのめぐみさんに余計な心配をかけさせまいと我慢してきたけど、もうそれも正直限界だ。その時、自分の気持ちに改めて整理がつき、私はある決断をした。わかったわ。家には入らない。でも私がいつ、どこで寝ようと文句は言わないでね。聞いていなくてもいいと思いながら、固く閉ざされた玄関の扉に向かってそう言って、すっかり日も落ちてきた夕暮れの道を一人、ゆっくりと歩き出す。今になって気づいたが、今日の予定は、リハビリだけと思って、財布以外の携帯などは家に置いてきてしまっている。これでは翔平にも連絡の取りようがない。連絡が取れないならと、ちょうど後方から走ってきたタクシーをひとまず止めて、とある場所を目指してタクシーに移動をお願いした。タクシーを走らせ20分。私が目指した場所は以前に何度か挨拶をしたり、お茶をしに遊びに行っためぐみさんの家。こんな時間にやってきては、迷惑かとも思ったが、他に行き場もなく、今の状況を直接話して理解してくれるのは彼女しかいないと思い、失礼や迷惑を覚悟してやってきた。はーい。ってあれ？弥生さん？どうしたんですか？こんな夜遅くに。あ、そういえば、怪我の方は大丈夫なんですか？ひとまず中に入れていただくことってできますか？事情は後でちゃんと話しますから。いきなりの訪問に驚きながらも、めぐみさんは心よく私を受け入れ、家の中に案内してくれた。古民家というほど古くはないが、昔ながらの趣を残した、どこか懐かしさと心地よさを思い出させるこの家の雰囲気が、私は好きなんだよな。いや、今はそんなことは関係ない。めぐみさんの手を借りながら、なんとか今に案内されて、時間も遅いというのに、お茶も出してもらい、もてなしてくれた。私の姿を見て、先に連絡を入れたみたいだが、どうやら携帯の電源が切られていて、連絡が取れないようだ。それで、一体どうしたんですか？先にも連絡がつかないし、この時間に荷物も持ってないところを見ると、お家で何かあったんですか？めぐみさんにそう聞かれた私は、これまで
心の中に溜め込んでいた不安などをすべて恵に打ち明けた。結婚した咲さんが全く家のことを手伝わないこと、翔平が仕事に行っている間はずっと遊びに出かけていて、私がこうなってもその行動は全く変わらなかったこと、そしてその咲さんの手によって家を追い出されたこと、私は自分の中に押し込んで言うのを我慢していたことをすべてめぐみさんにさらけ出した。彼女は自分の娘が結婚相手の実家でそんな風な生活を送っているなんて思っていなかったようだ。何度か遊びに伺っていて分かったのは、娘のことに関してめぐみさんは心配性だということだ。今までもさきさんは家では大丈夫なのかと何度か質問されたが、その度ごまかしてきた。しかし今回の一件でめぐみさんの心配性を気にしていては自分自身の身が危ないと思い相談することにしたのだ。めぐみさんは目をパチパチとさせて、私が話した内容が本当なのか頭の中で整理が追いついていない様子。私は彼女の整理が落ち着くまでの間、電話を借り翔平に電話をかけて状況を話すことにした。もう夜も深夜の時間帯に差し掛かっていたので、仕事の迷惑になってしまうかもしれないと思いつつも、今日話さなければ意味がないと思い、少しの希望にかけて翔平に電話をかけた。はい。翔平、今大丈夫かしら。実は、私は今日の出来事を順によって翔平に話した。え？まさか、咲がそんなこと。それに今までも、家のことを何もやってこなかったなんて。あいついつも頑張ってるって自慢げに話していたのに、全部嘘だったのか。どうやら翔平も咲さんの普段の行動については咲さん本人の口からでしか把握していなかったようで、都合のいい作り話を完全に信じきっていたみたいだった。電話越しでも動揺が伝わってくる。数秒間電話口で黙っているかと思えば、自分の中で内容を整理して理解したようで、仕事は一旦同僚に任せて、先方には緊急事態と了承を取った上で明日の朝一で帰ってくるとのこと。電話を切り、めぐみさんが待つ今に向かうと、先ほどとは違ってキリッとした表情のめぐみさんが座っていた。弥生さん、私さきと直接話したいわ。あの子の口から本当のことを聞きたい。そうですよね。わかりました。明日翔平も出張から一時的に帰ってきてくれるみたいですので、一緒に咲さんの元へ行きましょう。そうして明日の話し合いには翔平に加えてめぐみさんも参加することになった。遅くに迷惑をかけてしまったと謝罪を言って、今日はホテルに泊まろうと電話を借りてめぐみさんの家の前にタクシーを呼ぼうとする。すると、お金がもったいないとめぐみさんが、家に泊まっていいと提案してくれた。迷惑をかけた上に、寝る場所までお世話になるのは申し訳ないと言ったのだが、どうせ一緒に行くんだからと、めぐみさんの勧めもあり、一晩だけお世話になることに。そして翌日、朝一番にめぐみさんの運転で、駅まで翔平を迎えに行き、私たち三人は自宅まで咲さんと話をしに、会いに行った。鍵は家の中に置いてきてしまっているので、翔平が持っている鍵で玄関の鍵を開けて数時間ぶりに帰宅。玄関に入ると、咲さんや私たちの靴の他に明らかに男性のものの見知らぬスニーカーが一つあった。まさかと思いつつも、リビングのドアが少しだけ開いているのを見て、三人でリビングに突入する。するとリビングのソファーの上に、見知らぬ男とフラチにくっついている咲さんの姿が視界に飛び込んでくる。え？なんで？こんな状況でものんきな顔で眠っているその男に怒りが抑えきれない翔平は、男を叩き起こしソファーから引きずり下ろした。引きずり下ろされ床に顔を叩きつけられた男はようやく目を覚まし、何が起きたのかわからず辺りを見回して私たちの存在に気がついたようだ。え？誰？ですか？俺は、お前と一緒に寝ていた女の夫です。
二人には身なりを整えてもらい、今のこの状況が一体どういうことなのか本人たちの口から説明を求める。サキさんは突然のこの状況に苛立っているのか黙ったままだ。代わりに一緒に寝ていた男がなぜこのような経緯に至っているのかを話し始めた。数ヶ月前にマッチングアプリで知り合って一緒にお酒を飲んだ際に酔った勢いで男女の関係になり、そこから付き合い始めて現在の関係に至ったらしい。彼自身、サキさんが既婚者だということは全く知らなかったらしく、指輪を外して彼氏や旦那もいない独身だとサキさん本人が話していたようだ。浮気相手の彼の口から話される真実に沈黙を貫いていたサキさんだったが、次第に表情は曇り出し、額には冷や汗をかいていた。どうして告げ口したのよ。今までうまくやっていたのに、全部台無しになっちゃったじゃない。ついには逆ギレして怒鳴り散らすサキさんに、母であるめぐみさんが大粒の涙を流しながら、サキさんの頬を平手打ちした。家事が忙しくて、パートもできないっていうのは全部嘘だったのね。昨日弥生さんから聞いたわ。弥生さんが大変な時にも遊びほうけて、自分で稼げないからって、私があげたお小遣いも男性と遊ぶために使っていたのね。めぐみさんの言葉を聞いて、サキさんの鋭い視線が再び私に向けられる。自分で招いた事態だというのに、明らかに私のせいだと言わんばかりの悪意のこもった目で睨みつけてくるサキさんだったが、翔平が視線の間に割って入り、サキさんを睨み返した。サキ、もうお前とはやっていけない。俺が家族のために朝から晩まで必死に働いて、金を稼いできて、その金であげていた小遣いの使い道がこれか？ふざけんな！離婚だ。離婚！サキさんの裏切り行為に対し、完全に怒りが抑えきれなくなった翔平は、重く低い声で離婚を切り出した。離婚の二文字に動揺したサキさんは、翔平の足にしがみついて、必死の形相で、見捨てないで！と、大声を上げていたが、翔平はおるか、私たちでさえ、その言葉に耳を貸す気は一切ない。いくら泣き疲れようが、謝罪の言葉を並べようが、翔平や私たちの中では、サキさんの運命は決まっている。自分が犯してしまった行いは、しっかり償わなくてはいけない。とここで、サキさんが何を思ったのか、この後に及んで反論をしてきた。でも、私が本当に浮気をしていたっていう証拠は、どこにあるのよ。ずっと浮気していたみたいな言い方してるけど、そんな証拠なんて、どこにもないじゃない。この後に及んで、見苦しすぎる言い訳に、本当に呆れしか出てこない。その言い訳に、落ち着きを取り戻しつつあった翔平の怒りのボルテージが、再び熱を帯びたのを感じた私は、サキさんに止めの一撃を突きつける。証拠ならあるわ。私最近、リハビリに行っている施設の人に勧められて、こっそり室内用の防犯カメラを設置してたのよ。今のカメラって、携帯で映像を確認できるから、便利なのよね。そう言って、置きっぱなしにしていた自分の携帯から、防犯カメラの映像を確認する専用アプリを開き、昨夜から今までの映像を突きつけて見せた。そこには、私を追い出した後、サキさんが誰かと電話している様子が映し出されており、その十数分後に隣で寝ていた男が家へとやってきて、熱い抱擁とキスを何度も重ねている姿があった。別映像にもサキさんの浮気を決定づける言動がいくつも記録として残されていて、私が怪我をしたせいで男と会う時間が取りづらくなったと不満を漏らしていたこと。翔平の出張に目をつけて、期間中なら私のことを追い出せば、家に呼べる算段を立てていたことなど、音声まで証拠はバッチリだ。これで、言い逃れできないな。浮気の証拠がないとか言っていたが、お前の疑惑も無意味に終わったな。ええ、そうよ。他の男作って何が悪いのよ。あなたは仕事で、いつも家にいないし、
家の中ではずっとお母さんと一緒だなんて息が詰まるの。何も悪いことなんてしてないわ。開き直ったサキさんはこれまでの浮気を完全に認めた。今まで翔平やめぐみさんからもらっていたお金は、会っていた男に欲しいものを買ってあげたり、食事に行ったりと、すべて貢いでいたらしい。浮気を完全に認めたサキさんと、もう一緒の空気すら吸いたくないと、サキさんと浮気男を早々に追い出し、後にまた詳しい話をするからと念押しをした。翔平の言葉に出ていくサキさんは答えなかったが、後に家にいた浮気男と共に訪れ、弁護士立ち会いのもと、今後の話し合いが行われた。私が設置していた防犯カメラの映像が離婚を成立させる証拠として確立され、二人の離婚は認められ、さらに浮気をしていたサキと一緒に眠っていた男に慰謝料を請求。しかし、サキからは反省の色は一切見られず、今回の件だけではなく、過去数々の迷惑を被られたこともあり、翔平も母親であるめぐみさんも、サキさんとは縁を切ることを決めた。もう俺たちには一生近づかないでくれ。愛してくれた夫にも育ててくれた母親にも捨てられたサキさんだが、一切顔色を変えることはなく、なんならむしろせいせいしているというような表情で終始弁護士と私たちの話を聞いていた。晴れて自由の身になったサキさんだったが、浮気相手はサキさんに対しての恋愛感情などはなく、ただの遊び相手としか思っていなかったようだ。自分の分の慰謝料を払い終えると、サキさんの目の前から姿を消したらしい。今までぬるま湯に浸かりきっていたサキさんだが、残っていたお金では到底生活できるわけもなく、ボロボロのアパートに住みながら慰謝料も払わなければいけないため、朝から晩まで働き詰めの生活を送っているようだ。翔平は、離婚したことで少しばかりお金にも余裕ができた。おかげで今までのように朝から晩まで働き詰めの生活から夕方には帰って家事をより一層手伝ってくれるようになり、私もよりリハビリに専念することができている。めぐみさんとも未だに友達関係は続けている。サキさんとは縁を切ったが、それと私たちの友達関係は別だと言ってくれて、娘のことよりも私のことを信じてくれためぐみさんには感謝してもしきれない。翔平の献身的な家事のサポートとめぐみさんが一緒にリハビリに付き合ってくれているおかげで、以前よりも体が動くようになってきた。今は親友のめぐみさんとリハビリ後に一緒にカフェでお茶をしたり、ウィンドウショッピングをするのが一番の楽しみだ。